けてる。そのとこ社会から追放されてきたよ。公園のベンチに一人で座って花一人で見るよ。あらゆるものから離れて見る自然は何にも邪魔されず、ありのままを見せる。周りに流されて、この花がこんなに綺麗だとわからなかった。仕事を失い、初めて見えるこの世の本当の美しさに気づく。世界はこんなに美しかったよ。世界は喜びで溢れていたよ。